水引き身のカサゴはカサゴメフサカサゴ科の肉食性、海水魚である。西部太平洋に分布し、日本では、房総半島以南の南日本の太平洋側及び、琉球列島で見られる。沿岸部の水深10から60メートルの旋海域で、主に砂泥底などの柔らかい低質を好み、海面などの無脊椎動物が多い場所に住む。最大で、 体長20センチメートル程度に成長する。和妙の水引きは本種の胸びれ状に赤色と白色の縞模様があることを祝儀袋の飾り付けなどに用いる紅白の水引きになぞらえたものである。一見すると熱帯身の笠子に酷似しており混同されることも多い。実際、日本から テロセモンバサエとして報告され和名が付けられたのは2011年のことであるが、その論文でも過去に熱帯ミノカサゴと同定されていた個体が実際には本種であった例がいくつか紹介されている。その後ーモンバサエと日本沿岸のものは別種とされ2014年に新種記載された。熱帯ミノカサゴとの間別点は以下の通りであるが、比較的わかりやすいのは 南上の色彩である。他のミノカサゴ類と同様、背びれに毒がある。夜行性で、昼間は岩陰などに隠れている。主にエビやカニなどの甲殻類や貝類、タモ類などを捕食する。ウィキメディアコモ Commons には、水引きミノカサゴに関するカテゴリーがあります。ウィキスピーシーズには、水引きミノカサゴに関する情報があります。ありがとうございます。